こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日は、〇〇って就活で不利になりますか?という質問に対する回答をしていきたいと思います。就活についての質問でよくいただくものとして、〇〇は不利になりますか?みたいなタイプの質問があります。例えば、私は大学で留年しているんですが、就活で不利になりますか?サークルで何にも役職についていないんですけど、不利になりますか?ゼミに入らないと不利になりますか?トイックの点数が低いんですけど、不利になりますか?などですね。今日はこれらの疑問を一挙に解決する回答をお話ししたいと思います。結論、どんな回答かというと、大体不利になると思いますが、それを聞いてどうするんですか?という回答です。不利になりますか?系の質問は大体2つに分かれていまして、1つ目が過去に頑張らなかった系、そして2つ目が頑張りたくない系です。まず一つ目の過去に頑張らなかった系の質問です。こちら、大学で留年したとか、サークルで役職についていないとか、過去に何かを頑張らなかったけど、不利になりますか?という質問です。結論、大体不利になりますよ。そりゃ、留学に行った以外の理由で留年してるのであれば、基本的には怠惰なんだろうな、という印象になりますから、当然不利になりますし、大学時代に一番時間を使ったことはサークルだけど、ただメンバーとして楽しく活動していただけで、役職は特についていないから話すことはない、ということであれば、これも当然不利でしょう。ただ、だから何なんですか、ということです。もう留年してしまっている、もう役職に就かず、就活を迎えているのであれば、できることはないわけですよね。留年したのをやっぱりなしにすることはできないわけですから、考えても仕方ありません。次に二つ目の、頑張りたくない系です。これは、ゼミに入らないと不利になりますか?トイックの点数が低いんですけど、不利になりますか?みたいなやつですね。結論、こちらも大体不利になります。それは多くの人がゼミに入っている中で、あえてゼミに入っていないのであれば、相応の入らない理由が必要ですし、トイックの点数が低いなら、高い人と比べられた時に不利になります。当たり前のことですが、他の人が頑張っていることを頑張らないのであれば、当然頑張っている人の方が有利だし、頑張らない人は相対的に不利となります。で、これも正直聞いてどうするの?というふうに思います。多分聞いている人は、不利になるならゼミに入っておこうかな、入りたくないけど、とか、不利になるならトイック勉強しておこうかな、勉強したくないけど、という心情かなというふうに思うんですが、不利になるかもしれないなと思ったら、やったらいいですよね。ただそれだけのことです。総括すると、〇〇は不利になりますか?系の質問は、大体の場合、不利になります。不利になるならこれから頑張るけど、不利にならないならそんなに頑張らなくていいや、ということなんでしょうか。不利になろうがなる前が、就活を精一杯頑張る、ということがあなたのやるべきことでしょう。就活では当然頑張ってる人が評価されますので、何かを頑張りましょう。また、すでに留年してしまったけど、面接で留年理由を聞かれたら、どのように答えればいいかわからない。勉強でトイックの点数が上がらないけど、どうしたらいいかわからない。といった方は、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では、今日は以上です。ありがとうございました。